それはユキが悪い。嫌だったらちゃんと理由も言わないと山野さん分かるわけないじゃん。トモエは前向きすぎるんだって。後ろ向きよりマシでしょ。だいたいこの部屋ごちゃごちゃしてるからダメなの。手伝うから片付けよう。